もう何回目なのこれ。マジで落ちんの。だがよろしくお願いします。でもこれ今までで一番ひどいかもな。これこれやばいってマジで。いやそろそろもう限界が来てる。おー肉と一緒に。あー落ちた。やっと落ちたよ。やっと落ちたよ。はい、ってことで昨日はね動画2本上げるって言っといてね、1本しか上げなくてすいませんでした。いや本当にね、本当に落ちなかった。もうこの子がだって今もう優勝56回よ。だから55回優勝してやっと落ちたわ。もう本当にねマジで落ちなかった。でとりあえずもう一回ね、もう一回このカチカチ鎖姫ここに出しておいたから、特殊能力なしで一回倒そうかな。あとあれか、なんかバグがあるらしくて、あのお知らせにね書いてるけど、これやね、もう気づいてる人もいるかもしれんけど、武道会のイベントで妖怪を倒した際に必ずアイテムを落とす問題を確認しております。その際に所持数が上限まで達してるアイテム、要は99個やね、99個のアイテムも落とすというのがなんか、まあ、不具合バグらしい。まあ簡単に言ったらトーナメントさ、敵倒したらさ何か絶対落ちるんや。もう落ちないってことがない。何か絶対落ちて、で、まあ、何か落ちるのはいいんやけど、こういうなんていうのしょぼいさ、しょぼい鉱物まで落ちちゃうから郵便がこれ受け取れなくなっちゃうと。だから俺ももう99、まあ、99どころじゃないけどね、これ多分もう200、300ぐらいあると思うんやけど、こういう受け取れないアイテムですら落ちちゃうっていうのがあるらしいです。はい、あるらしいっていうかあるんだね、お知らせに書いてるから。はい、一応報告しておきますということで、特殊能力なし行こうか。まあ一回倒しちゃったらね、これもうまた出るまで時間かかるから、まあ、とりあえず一回だけ倒すけど、なんとなくポカポカで行くわ。まあ何でもいいんやけどね、何でもいいけどポカポカで行きまーす。 GO!今日2本目はあれにするかな、猫2世ゴールドかの横取りでいきたいなと思います。ってことでやっていきます。 HP6700 意外とあったわ、意外とあるやつ。まあでもなんだかんだいけるかな。とりあえずまあダッシュでフィーバー入れば。なんかめっちゃ落ちてくる。ちょっと落ちてきすぎじゃない。ダッシュでフィーバー入って、あと復活かな、復活さえ入れておけば。母ちゃん仕事しすぎじゃね、母ちゃん仕事しすぎだわ。だって HP な2300、これ G で打てなかったらやばい。 G で打てたわ。これでいけない、まあ、復活あるからまだワンチャンあるけど、560、あこれで終わりかな。これで多分10万いくでしょ。 OK、 まあまあこんな感じでとりあえずダッシュでつなぐって感じかな。でほら絶対なんか落ちるでしょ、絶対なんか落ちる。まあ今はね神経験値玉だったから逆に嬉しいけど、あのしょぼい肉とかね、しょぼい肉とか落ちるから、まあ、分かんない。動画上げてる頃にはね、もうもしかしたらそのバグ不具合が治ってるかもしれないけどね、とりあえず今は何かしら落ちるといった感じでーす。 OK! で、カチカチ鎖姫強いんですかっていう質問があったからね、答えておくと、まあまあ強いです。まあまあ強いです。国キュービかな、あれと同じぐらい強いということでいきましょう。あ、ちょっとでかすぎたけど、まあ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 いいでしょう。で、横に消えるかな、横に消えます。ちょっとでかすぎた、でかすぎた。で消える範囲が狭い、消える範囲狭いから、これ押したらほら1個しか消えないし、1個しか消えないから、もう結構使いやすいんじゃないかな、おそらく。でこれでしかも G 技もあるから、うん、さらに言うと、あーちょっと言った、さらに言いたい、さらに言うと、つなぎやすいっていう、
つなぎやすいっていうスキルも持ってるから、結構スクワタで、まあ結構は使わんけど、まあたまにね、あ、ちょ、今服に着てなかった、たまに使うんじゃないかな、スクワタで。おえい、お、600万ぐらいいく？いや、これ700万ぐらいいくな。たまに、たまれ、たまれ、おえい、つなぎやすい、あるが、つなぎやすい、持ってるけど、さすがに無理か。あー、なんで消えないの？狭っ、めっちゃ狭いんだけど。逆に、消える範囲狭すぎ問題。ほいっ、あ、800万ぐらいいったんじゃない？まあまあかな、まあ、ちょっとミスあったけど、消えないと全然ダメージ出ない。849万、あ、ワンチャン1000万ある、ワンチャン1000万あるわ。全然こんな感じで、まあイベント終わってからもね、イベント終わってからも使う可能性は全然あるかな。あの隠しステージとかね、とかさっき言ったスコアタとかね、イベント終わってからでも使える妖怪ランキングっていうのがあるんやけどね、これでもね堂々の1位だからね、このカチカチ鎖姫。さっき言ったみたいに、まあ使い道は隠しステージとかスコアタね、うん。ちなみに次の動画でゲットできるであろう、ゲットできるであろう猫2世ゴールドはね、まあゲートでワンチャンって感じよね。はい、そんな感じかな、今回のイベントは。 OK です。あとは、あ、こいつワイプアップだったよね、確かワイプアップだから、ワイポイントアップもやっとく、一応やっとくか、1回だけ。はい、種族縛りないね、種族縛りないならこれでいきましょう。久々です、世界最速。まあちょっと運があるから世界最速ではないから、まあでも関東最速ぐらいはいけるかなといった感じやね。はい、カチカチ鎖姫ここに入っております。このパーティーでドンドン、まだあれやね、この撮影してる時では不具合治ってないから、なんかは落ちるね、これでもなんかは落ちるね。行きましょう、頼むで、主天道寺のプニーいっぱい来い。だー、運ゲーに負けた、あー運ゲーに負けた、あー、まあ最初から技ゲージちょっと溜まってるね、まあこれでこうやって、で不動明会のプニーを選ぶと、選んじゃう。これ G じゃなくてもいけると思うけど、一応 G で打っとく、一応 G で打っとく、多分これで倒せんじゃない？ OK！ まあ早く周回するんだったらこんな感じかな、トーナメントは。ほらほら、なんか落ちたでしょ、これも多分俺99個あるよ、フルーツ牛乳は。さすがにフルーツ牛乳はあるわ。35ポイントまあこんな感じで OK かな。次、まあ多分1時間後ぐらいに猫2世ゴールドの動画出すと思うから、一応用意しとく？今スキルの秘伝書ないよね。あ、奪われてるわ。奪われてるんかい。3つもある。3つ横取りちゃちゃちゃってするか。ニョロロン、ニョロロン、ニョロロン。3連勝かな。これで勝てば、準備はできた。オッケー。よし、完璧だ。やっぱニョロロンにしてる人が多いね。うん。オッケー。はい、ってことでこんな感じで次の動画の準備もバッチリということやね。でもやっぱりね、鎖姫なんかまあ俺以上にね落ちないっていう人も聞いたから、やっぱりちょっとね、いつもよりちょっと落ちにくいんじゃないかなっていう気はする。もちろんスッってね、1回2回で落ちましたっていう人もね、聞いてるから、まあ、いるのは分かってるんやけど、確率的にはちょっと低いんじゃないかなっていう感じはしております。まあカチカチ鎖姫ね、まあ何度も言ったけど、イベント終わってからって考えたら、まあ、正直一番使えるんじゃないかなと思うけどね。これね、妖怪プニがつながりやすくなる 1.7 倍で、 G 技あってタップでデカプニを作りだから、まあまあ強いかなとは思います。じゃあ2本目の横取りの動画でまたお会いしましょう。チョッ。